はい、どうも、ひでです。こんにちは。今回はね、2021年初フローターをやっていこうかなと思います。では、出陣。水はね、まあ冷たいですねまあでも耐えられないような感じではないですね。まずはね、アベント投げていこうかなと思います。正直ね、まだきついかなとは思うんですけど、もうこの池で水面で釣りした痕跡がありますね。引っかかってたルアーが全然なくなってますね。アベンタ出る気が全然ない。よっしゃ、来た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 、よっしゃよっしゃ、あー、バレた。うそー、なんで、とりあえずなんでそれにしてもめちゃ汗とこにやっぱいましたね。でも明らかに50アップだったなもったいな。もったいなすぎ。あ、また来た来た、また、あ食ったけど今はダメだ。くっそー、なんで、なんでバレトン
とりあえず一周ビーブルでね、回りますかね。白っぽいね、ゴールドがね、釣れると思ったんですよ。ハマりましたね。すぐアベンタ諦めてよかったかもしれない。でもアベンタでも釣れたかもしれないよね。アベンタでも食ってきたかもしれない。2箇所のシャローでね、1匹ずつね釣る予定だったんですけど、思うようにいきませんね。まあ、1匹ね50センチ以上の大きいのをねかけることができたんですけど、体勢的に映像で映ってるかわからないんですけど、まあでもね引きをね楽しめたんでね、よしとします。まあキャッチはしたかったんですけど、ではねローターチョコ終わろうと思います。はい、どうもヒデです、こんにちは。本日は今年2度目のフローターをしていこうかなと思います。フィールドはね1ヶ月前に今年初のフローターをした場所でねやっていこうと思います。50アップねバラしたんで、リベンジマッチしていこうかなと思います。ではね出港していこうかなと思います。釣れるといいな。まあ、難しい時期なんでね、まあ一つの池に絞って頑張っていこうかなっていう感じで、まあフローターをね選択した感じです。はい、ではやっていきます。今日はね、まあいろんなルアーをね使っていこうかなと思っております。まあいつもはね、まあ、結構ランガン、車をバスボートと見立ててまあランガンするんですけど、
あ、それはね、まあ、ルアーを固定して、まあ、基本的に釣りやすいバスを狙っていく、ガンガン移動して狙っていくことで、まあ、大きなバスをね、まあ、数をね、たくさん釣るっていうことで、まあ、ノイケメインですけど、ノイケでもね、4ジャプ以上を50本釣るっていうやり方としては、まあ、戦略としては、まあ、それがね、まあ、今年と去年はまりませんでしたけど、まあ、久しぶりにこういったクル使うと使いにくいな。はまりませんでしたけど、まあ、今釣りにくい時期に入ってるんで、一つの池でね、まあ、粘る。いろんな釣りをすると。口使いやすいのから探して、なかなか口使わないのも、まあ狙っていくっていう、うん。いつもの低感性低弾道リールからいきなりこれを久しぶりに使うと、やっぱり、ちょっと慣れるまで時間かかるな。しかもましてや軽量ルアー使ってるから。重たいのだったら低弾道で送り込めるけど、まあグラス、溜めがあるんでね。低弾道でとても送りやすいんだけど、まあいろんなルアーをね投げていこうかなっていう感じなんだけど、まずはね、まあ釣りやすいのから釣りたいから、まあビーブルで探っていって、最後はまあスモラバじゃないな、最後は巻物にまた戻るかな。まあ音が鳴るようなルアーを中層引くか。多分。まあスプークさせたくないんで。釣れるけどプレッシャーがかかるようなルアー。スプークさせやすいルアーをね、最後に持っていこうかなって、まあ思っております。この対極なタックルを一日で使い分けると難しいかもしれない。キャストが決まらない。濁っとるけど、まあ、水面の中結構見えてます。バスはね、見えません。まあ、1ヶ月前も今回にしてもね、まあ、いい時期には来てないですね。まあ、いい時期じゃないから、フローターをね、選んだんですけど、で、最近ね、このビーブル使ってて気づいたんですけど、まあ、使ってたら変形したりするじゃないですか。ね、このね、アームがね、まあ、結構曲がると、この横に移動するためについてるこのね、部品がね、結構角度がね、まあ、こういう風になりがちなんですよ。アームが曲がってしまうと。そうするとね、水の抵抗すごく受ける。まあ、こんな状態になってたら、まあ、縦になってるのと比べて、まあ、こうなってると、まあ、下に行こうとする力が強いっていうのが、やっぱこのような角度になってしまうような、まあ、よく曲がっている状態っていうのは、ものすごい水の抵抗を受けるんで、まあ、すごく、まあ、浮き上がりにくくて、ゆっくり曲げるということに気がついたんですけど、まあ、僕は元のアームの角度が好きかな。まあ、あんまりゆっくり引いてっていうのが、まあ、僕は好きじゃないから。まあ、でも、その代わりすっごいブルブルするから、それ好きな人もいっぱいいると思う。アームの角度って結構変わるんだなって。通常のね、まあこういうパーツのないスピナーベイトには、まあアームの角度そこまで関係ないと。ビーブルだからこそアームの角度でいろいろなことがね、変わってくるんじゃないか。前回何の成果も得られなかった、このポイント。前回はここで釣りたかった1匹で、前バラしたところで本当はもう1匹釣って2匹釣りたかった。よし、一旦置いてこう。まあ、トップ釣りって感じなんだけどね、見た感じは。
でも実際水面に立ってみると、経験から来る感では、あ、今日トップじゃねえぞってなんかすごい言ってる。別にこの時期でもトップって釣れる釣れないかって言ったら、まあ釣れるけど、あ、長年の経験によるね、思い込みを喋ってるだけなんですけどね今。ありがたい。風は欲しい。もうトップやめたから。ダメか。スモラバに変えました。春ってね、やっぱりストレート系のトレーラー良かったりするんで、ベロースティックを使ってみようかなと思います。で、まあ、まあそこで動かすにしてもミドストにしても、まあこの辺がねリブが入ってるんで、すごいビロンビロン動くんでいいかなと。まあ、こんな感じですよね。見えるかわからないけど、1周目がビーブルと、2周目がスモラバと、3周目はブレーバーマイクロのショートのダウンショットしようかな。でミドストから、まあそこまでいろいろな組み方して狙うかな。うん、絶対難しい、絶対苦戦するこれ。もう苦戦するのがもう目に見えてる状況。やっぱ一回水の中で取るから個体数少ないのかな。5バスぐらい見えてきてもいいんだけど、浮かんでるの見えてもいいんだけど、ピキも浮いてるの見えない。アーム使い出したら5バスが混じってきてもいいんだけどな。たまにね DM とかで質問来るんですけど、フィッシングウェアは何使っていますかとか、まあ、僕はコロンビア派ですかね。コロンビア使ってます。ただナイロン系のやつは使いません。今着てるのコロンビアのなんですけど、ナイロン系はね経年劣化でパリパリになったりとかするじゃないですか。少々の雨風ならしのげるけど、パリパリになるんで、ちょっと僕の貧乏性がね出てくるんで、まあ、そこはねカッパでいいんじゃないかっていう。雨の時は、まあ、100機でも最悪いいんじゃないかっていうところなんで、まあ、コロンビアのこうやってこういった布のやつを使います、着てます。長く着れるんで、まあ、フィッシングウェアに求めるのは、まあ、雨風しのげるだったりとかすると思うんで、何かを間違えてる気はするんですけど、まあ、僕はそういう選び方をしております。で、このねフィッシンググローブも聞かれるんですけど、まあ概要欄で紹介してるんですけど、まあこれ結構聞かれるんで、どこの使ってるんですかって。まあフィッシュマンさんのフィンガーレスグローブというものをね、使っております。これね、裏が、なんていうかな、この生地、フェルトみたいな生地。バックスキンっていうか、スウェードっていうか、まあこのね、アルカンタラみたいなやつ。リールの塗装に優しいんで、とても。で、まあ、滑らないし、ファーミングしててもしっかり、ファーミングもできるし、とてもね、気に入っています。で、まあ、付け心地もすごく僕好きなんで、まあ、何個か持ってるんですけど、もうこれしか使わなくなりました。まあ、フィッシュマンさんのロッドをね、結構僕持ってるんですけど、まあ、フィッシュマンさんが好きっていう、だけじゃなくて、まあ僕基本的にいろんなメーカーを取り入れようとするんで、まあ、タックル見てもらえばわかると思うんですけど、まあ、結構いろんなメーカーをね僕は取り入れます。いいと思ったのをそして残していくと、これをねもうずっと繰り返しております。
まあ、いいとこ取りをしていけたらいいかなと思ってます。まあ、プロじゃないし、素人の強みはそこかなって思ってますね。縛りがないっていうことが強みかなと。さすがにブレーバーマイクロまでは落としたくないな。これで連れてくれないときついな。4月初めにすげえネチネチしてるっていうの久しぶりなんだけど、4月の初めにネチネチか、嫌だな個人的には個人的には嫌だな。難しい。難しすぎる。ラインが走ってるぞ。よっしゃよっしゃ、やっと釣れた。よっしゃ、よっしゃ、皆さんやりましたよ。よっしゃ。あー、釣るの難しいやっぱ。よし。50だな。50アップじゃ。一回釣られとるというか、はい、僕のビーブルの後。はい、僕のビーブルの後、リベンジ、本当に完了。本当に完了したわ。まあ、ほいで、同じとこだし、ほぼ同じとこ。本当リベンジしたわ。リベンジできたわ。よし。よっしゃ。しかも思った通り50アップだったね。ちょっと見えにくいけど、ごめんなさいね。見えた。ここスケールあるんだよね、実は。ここで。よし。いけ。なんぼか。ちょっと。ついてる向きが悪いな。いけん、これ落ちる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 。ここが60。ここ50。50、56ぐらい。
とりあえず56ぐらい、あんまり太ってないけど。56捕獲。細長い。リベンジ完了。サンキュー、サンキュー。56センチ、長い、細長い。本当に自分が釣ったやつ、まあ、かけたやつやん、これ面白すぎじゃろ。本当にリベンジしてる、本当にリベンジ、嬉しいな。もう一回来てくれてありがとうよ。本当同じやつやわ。サンキュー、サンキュー、サンキュー。バイ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 。まあもやらないですけどね、まあまあ得意なんですよ。まあ言いたいこと言っときますよ。好きなこと言っときますよ。